デコの代表の呉仁志と申します。よろしくお願いします。しっかり頭の丸みが終わるところまで、この位置も割と毛流が後ろに流れているので、ちょっとウルフの場合は高めに設定します。ここがまだちょっとベタっとしている状態なので、くびれがちょっと足りないんですね。左よりもちょっと高い位置でセクショニング取ってあげないと、リップラインでウエイトつけちゃうとちょっと高すぎるかなって感じなので、ここもこうちょっと流れているので、流れに逆らわずにちょっと薄いシースルーバングにしたいってことなので、目の形にしっかりフィットした丸いラウンドのバングができます。顔周り引き締まって透け感が綺麗になります。タバカンタバカンタバカンという感じで、ボジコというオーガニックのワックス、ちょっと細い産毛もこのウルフボブすごくおすすめなので、ぜひ皆様もやってみてください。